毎度です。前回ですね、カンガーテックのネボックススターターキットの説明をですね、間違えちゃったんでやり直しまーす。これですね。蓋を、中蓋開けると、トリセツやら何やら、このシールが何のシールなのかな、これ。あ、バッテリーだね。うん。全然わかんないのに説明してるんですけど。で、中身はですね、これ、英語のトリセツと、こっち方が、裏側が、スペイン語だね。こっち英語、熟読してください。メイドインジャパンの綿。それから、工具と、ネジと、ネジの予備だね。で、これが多分、コンマ5オームのニッケル。それから、お別売りかと思ったんですが、この RDA で自分で組むやつね。これ、ちゃんとついてます。多分、コンマ5オーム設定だと思います。で、あとは自分で綿通してやってねって感じで。でこれができない人は毎回毎回 OCC コイルを買ってください。予備が 0.5 オームのが1個ついてます。で、ドリッチが黒ボディには黒ってやつですね。うちは、ボディはターコイズと、それから、ホームページ見りゃいいんだな。白かな。白いの。赤だね。白と赤。うん。と黒。これが黒ですね。こうだね。いつものカンガーマークのなんかダースベイダーみたいな穴が開いております。で、これが充電用のコードですね。前回これでね、ファームウェアの書き換えできるよって言ったんですけど、これはできません。できません。うん。で、ここを開けます。硬いです。めちゃめちゃ硬いです。で、10ml まで入ります。これ女性はほんときつそうだよね。うん。握力ないとほんときつい。で、中にも1個コイルが入っております。これはコンマ5オームだな。うん。で、電池は18650が1本です。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。余談ですけど、うちの電池、E フェストなんですけど、18650の、あれだね、本物偽物見分ける、なんつったかな、電話でピッてやるやつ。あれのシールがね、変わりました。新しく変わってますんで、ご留意ください。で、ここはコインでね、開けれるようになってます。1本ですね。一本で、75ワット。どうなの？大丈夫なのかな？うん。で、あとは、出力！ 7 から、ごめん、75ワットじゃなくて60ワットですね。すいません。ニッケル、それからニッケルクローム、チタン、ステンレスワイヤー、可能となっております。で、チタンとニッケルだと、0.15 から 1.3 オームまで対応ですね。ニッケルとチタンで 0.15 つとかなりぐるぐる巻かないとダメなのかな。よっぽど細いものでやんなきゃいけないのかもしれないですね。で、温度管理は、100度から300度までですね。うん。華氏で200度から600度。ということです。10ml 入るということは、よっぽど、美味しいものを入れとかないと飽きるということで、まあこれ2期目には、必要というか、うん、しょっぱなから初心者がこれ買うと、ちょっと、うん、10ml 入れて、あ、ちょっとこれクソまずだなっていうリキッドはもったいないですよね。
うん、2軒目にはすごくいい仏だとは思いますね。うん、それからうちのヤフーオークションの評価がですね、5万を達しましたので、また満記念でですね、いろいろセールを毎回やってるんですけども、今回の評価5万記念で、今流行ってる電子タバコの、いろんなものをみんなじゃないけど、ちょっくらちょっくら100円スタートでボコボコ出しておりますんで、よかったら見て、ポチポチやって、落札してください。うん。ということで、評価5万記念、ヤフオク、YouTube の説明文のとこにこう、アクセスできるように書いときますんで、100円スタート。高いものも、数万円するものも、100円スタートで。ね。だから、年始セールはやめようかなと思ってるんですけど、ちょっと考え中です。じゃあねー。